みんなの間に知を広める VTuber の相田千尋です。今日は深夜アニメの成熟と新たな潮流というタイトルで話をしていきます。教科書をお持ちの方は下巻の59ページから60ページをご覧ください。今回のトピックはオタク第4期の深夜アニメの特徴はと、オタク第4期の劇場版アニメの特徴はというものです。まず一つ目のトピック、オタク第4期の深夜アニメの特徴はから話をしていきます。オタク第4期の深夜アニメにおいてはライトノベルやエロゲーのアニメ化が盛んになった時期でした。もっとも全体としては漫画原作のアニメが多くを占めていました。このオタク第4期でいろいろな特徴があるんですけれども、まずオタク第4期はですね、オタク第3期と同様ロボットアニメが手堅く支持されました。特にコードギアス反逆のルルーシュや変幻突破グレンラガン、マクロスフロンティアといったロボットアニメがヒットしました。あとオタク第4期のポイントとして、映像メディアが DVD からブルーレイディスクに移行しました。大体2000年代後半に DVD よりより高画質な映像メディアであるブルーレイディスクが登場したんですけれども、アニメもそれまでは DVD に映像が入っていたのがブルーレイディスクに入るようになって、 DVD 版とブルーレイディスク版っていうのが並行して販売されるようになりました。そしてオタク第3期から引き続いて深夜アニメの多くは映像商品の売り上げ、 DVD やブルーレイディスクの売り上げを主な収益源としていたんです。またオタク第4期はフジテレビが深夜アニメに本格参入した時期でもありました。フジテレビはサザエさんですとかちびまる子ちゃんといった国民的アニメは前から放映していたんですけれども、深夜アニメにはあまり積極的ではなかったんです。そんなフジテレビが深夜アニメに本格参入してくるということで、いよいよ深夜アニメ業界のですね、広がりっていうのが明らかになってきました。フジテレビが設けた深夜アニメ放映枠、2005年にこれはできたんですけど、ノイタミナという名前がついています。このノイタミナという名前はアニメーションを英語で書いたときに、その綴りをひっくり返すとノイタミナになるというところから来ています。つまりこのアニメの常識を覆すという意味で、この綴りをひっくり返してアニメーションをノイタミナにしているということなんですね。ノイタミナの特徴はマニアックな層向けではなく、普通の大人が楽しめる作品を取り上げるスタンスを採用したことです。それまでの深夜アニメというのは、いわゆるアニメオタクという人たちが見ているようなマニアックな深夜アニメ、それに対してもっとマニアックなのに限らない、いろいろな人に、全ての人にアニメを見てほしいという意気込みで始まったのがこのノイタミナというアニメ放映枠だったわけです。いや、実際にノイタミナでどのようなアニメが放映されたか、2005年にはハチミツとクローバー、2007年にはのだめカンタービレ、このように少女漫画の原作が目立つっていうのが一つの特徴です。あとは2007年のもやしもん、2008年図書館戦争、2011年あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、2012年サイコパス、2014年4月が君の嘘、2015年は冴えないヒロインの育て方、2019年は約束のネバーランド、こういうようなラインナップをですね、ノイタミナで放映していったわけです。またこの時期にはですね、二次元美男子が登場するアニメが注目されました。もともと二次元美少女がたくさん出てくるアニメっていうのはこれより前から注目されていたんですけれども、オタク第4期になって二次元美男子が出てくるアニメが増えてきた。例を挙げるとタイガー&バニー、歌のプリンス様シリーズ、歌のプリンス様シリーズは通称歌プリとも呼ばれますが、これは乙女ゲームを原作としたものですね。あとフリー、ユーリオンアイス、そしておそ松さん。おそ松さんはもともと赤塚不二夫のギャグ漫画おそ松くんの原作になっていて、アニメもまあ大概ギャグテイストなんですけれども、ただこれもですね、結構まあ二次元美男子と表現していいのは分かりませんが、しかし二次元美男子を愛好する女性に非常に受けたアニメだったといいます。他にもですね、この時期の特徴として在京でないアニメ制作会社が注目されたというのがあります。そもそも日本のアニメ制作会社は大多数が東京都にあります。しかも東京都の杉並区と練馬区に集中してるんです。なのでアニメ制作会社が東京都にないというだけで珍しいことなんですけれども、
そうした東京にないアニメ制作会社で、ここはすごいというふうに注目されてきたアニメ制作会社っていうのが出てきました。ここでは2つ例を挙げます。1つが京都アニメーションです。その名の通り京都府に拠点があるアニメ制作会社なんですけれども、この京都アニメーションはもともと人気原作のアニメ化に定評がありました。例えばラキスタとか軽音といったアニメで注目されていきました。2010年代になると氷華ですとか響けユーフォニアムといったアニメがヒットし、京都アニメーションの評判がどんどん上がっていきます。でまた京都アニメーションは自前の文庫レーベル KS マ文庫っていうのを持ってるんですけれども、ここで出た作品がアニメ化した、あるいはアニメをこの KS マ文庫でも小説という形で出すというビジネス手法をとっています。主な小説作品の例を挙げると、中二病でも恋がしたい、タマコマーケット、ハイスピード、教会の彼方。ハイスピードはアニメフリーの原案なんですけれども、いずれにせよこうしたですね、小説作品がアニメでも放映されているということですね。2つ目の例は PA ワークスです。PA ワークスは富山県南砺市に本社を置くアニメ制作会社です。2000年という比較的新しくできたアニメ制作会社なんですけれども、2000年代からトゥルーティアーズ、そしてエンジェルビーツやタリタリといった作品がヒットしてきました。また PA ワークスの特徴として、働く女の子を主人公にしたシリーズのアニメがあり、例えば花咲くいろはや白箱と桜クエスト、こうした作品に定評があります。あと PA ワークスの特徴として、作るアニメが実在の地域を舞台にしたものが多いです。トゥルーティアーズなんかはまさに PA ワークスの膝元である富山県が舞台ですし、花咲くいろはは石川県の温泉街が舞台、桜クエストも富山県で、これまさにもうこう町おこしをテーマにした作品なんですけれども、こうしたですね、実在の地域を舞台にした作品っていうのは聖地巡礼の対象になりやすいんですよ。聖地巡礼っていうのは、そのアニメの舞台になったところに、そのロケ地になったところに行くっていうことなんですけれども、こうした対象になりやすい、それが PA ワークスのアニメの特徴でもあります。では2つ目のトピック、オタク第4期の劇場版アニメの特徴はについて話をしていきます。まずスタジオジブリの作品が引き続きヒットしました。オタク第4期にヒットしたスタジオジブリの作品の例を挙げると、崖の上のポニョ、張り暮らしのアリエッティ、風立ちぬなどがあります。あとこの時期にはですね、新世代のアニメ監督が台頭していきます。この時期に注目されたアニメ監督で言えば細田守ですね。東映アニメーション出身のアニメ監督で、劇場版アニメとしてはサマーウォーズや狼子供の雨と雪、化け物の子といった作品を作って注目されています。あと劇場版アニメというと、まあ、ドラえもんなどがいい例なんですけれども、まあ、こう毎年のように公開される子供向けの作品に加えて、テレビアニメで人気を確立した作品の外伝が目立ちました。例えばワンピースや新世紀エヴァンゲリオン、魔法少女マドカマギカ、こうしたですね、人気作品の外伝を劇場版アニメで流す、そういう流れがですね、このオタク第4期から目立つようになってきました。いや、今回のまとめです。オタク第4期の深夜アニメの特徴は、ノイタミナをはじめ新傾向の深夜アニメが浸透し、視聴者の幅が広がりました。また在京でないアニメ制作会社にも注目が集まりました。オタク第4期の劇場版アニメの特徴は、スタジオジブリの作品が引き続きヒットしました。また細田守監督の作品やテレビアニメで人気を確立した作品の外伝も注目されました。今回の話はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。